うるさっぱりしました。さっぱり。イケメンやね。皆さんこんばんは。まあ今これ本編とはね、私と別の結構キンキンで決まったことがありまして、9月の10日の日曜日に下北沢でヴィンテージマーケットというのに参加できることになりました。で、ヴィンテージマーケットっていうのは、いろんな古着屋さんだったりとか、インフルエンサーの方とかが集まって、マーケットをするっていう感じで、まあ、お声掛けいただいたといった感じなんですけど、もともと9月はね、僕やる予定なくて、10月にコンチャスポップアップの第2弾をやろうかなと思っていたんですけども、まあ、急遽っていう形で、これから秋冬で着ようかなって言ったものしか物がないので、で、これいいことやんな。めっちゃいいことっす。でも、本当にいいのを持っていきます。ちなみに詳細なんですけど、9月の10日、日曜日に、さすがにそれぐらいカンペなくても分かる。一応ね、はい、ハンドで、ね、私もこうやってやってたよ。わかるかお前。9月の10日日曜日に、下北沢のアドリフトという場所で、11時半から18時まで、行います。で、下北沢駅が最寄りになるんだけど、徒歩5分ぐらいやんな。ちなみにどういうのを持ってくるか。10% ぐらいは、まあまあ夏物。90% ぐらいは秋、冬物なのかなって感じ。ニットとかも持ってこうと思ってるし、ナイロンとかレザーとかコートとか、セットアップとかも持ってこうかなと思ってて、持ってくもので、結構これマジかっこいいぞっていうの軽くちょっと来ます。お願いします。ちょっと逆に一回ね。これ一旦いい？ちょっといい？これ長くなってしまうので、もう2着だけ。はい。おっさんレザー着たいって言ってましたもんね。そう、これね、でもかっこいいから持ってこうと思って、おっさんが、これが売れるかもしれないよ、お前。勘高やろ、お前。これです。これマジかっこいいです。こんな感じの、見てくれになるんですけど、これは超かっこいいです、本当に。一番の一押しポイントは？これ、レザージャケットで、まあ、このサイズ感っていうのはまず少ないんじゃないかなっていうのと、この身幅、こんだけ広い身幅のものってやっぱなかなかレザーだとないと思うから、確かに。まあ、その辺がいいかなって思います。強そう、マジで。めちゃめちゃ強そうになるという。ラスボスから行く。っていう、まあ、このレザージャケットと、こちらね。もう、最高だよね。バーバリー。これ、なんでシソテン。これがね、またかっこいいんですよ。まあ、こんな感じで、召してもろて。召してもろて。最高でしょ。シルエットいいっすね。最高ですよ。で、両方とも、ライナーが取り外せるんで、まだ暑いなっていう時期だったら、ライナーを外してあげて、ちょっと薄くしてきてあげることもできるし、ライナーつけて、がっつりアウトアウトして使うこともできるってやつ。パッとね、これやなって思ったんで、この2着なんですけど。で、入場料とか特にかかんないし、11時から18時っていう、割かし長い時間で。11時だ。細か。いや、そこだって11時から30分待たなきゃいけない。入れてある。入れてる。入れてる、入れてる。11時半から18時半。11時半から18時ってすごくいい時間でやれるので、来れる人もちょっと多いんじゃないかなと思っております。で、結構ギリギリのね、こう告知になってしまって、でまあ、予定があるっていう方もいるかもしれないですけど、それもね、来ていただいて、なんとか、入場料かかんないっていうのはね、そうですね、で、入るも自由ですし、いろんな人も、他にも僕以外にもいっぱい出ると思うんで、来てもらえたらなと思います。まあ、といった感じで、まあ、これ全然本編とね、関係ないんで、ぜひ、この後も本編よろしくお願いします。お願いします。いや、あの人何してんすか？似合いますね、ブランコ。いや、もういいから行きましょう、早く。おはようございます。本日はどこへ？本日はね、フロリダやね。おお、アメリカじゃない。そっちじゃない。そっちのそこのフロリダで、今日は前回ね、フロリダというお店で全商品半額セールっていうね、青空市っていうのをやってるんですよ。でそこに行って結構良かったので、好評やったじゃない。好評でした。てか、おっさん、服紹介してってコメント来てたじゃないですか。はい。ちょっと今日から紹介してください、スタイリングを。なるほどね。はい。そうやね。もったいないって言ってた、ね。もったいないって言ってた。じゃあ、この辺で紹介しましょうか。はい。こんな感じでございます。はい。どう？結構ラフよ。超ラフですね、確かに。うん、今日は、まあ、暑いっていうのもあるし、柄のね、ショーツっていうのを履きたかったっていうのもあるんで、柄のショーツに無地っていうのがあんまり好きじ
ゃないんで、まあ、どうせだったらボーダーとかね、で色は結構まとめる感じで白とネイビーで、まあ、ベージュのスリーアイを履くっていう、まあ、結構簡単に組めるスタイリングかな、ラフな感じ。ありがとうございます、はい、そうだからもうこんな感じよね、こう歩いたらこんな感じ、はい、歩いたらこんな感じ、歩いたらちょっとここがこうふわっとなる感じ、ある感じもいいかなと思って、知らんけどでもフロリダがね、その今下北沢なんですけど、もうそっちやから行きますか。はい、行きましょう。あれこれ本当だ、いやいやいやアイスアイスだめちゃめちゃいいのゲットしましたよ、それは。おあの中から、はい、もうしっかりもうこれやなっていうのを変えたかなと思うんで、ちょっと家帰って紹介しようかなと思います。そうですね、はい、お願いします。シンプルに、はい、袋欲しいおやべ、えおっとこれよ、それっす、これ よかった、ありがとうございます、さすがっす、さすがっす、ありがとうございます。これよな、これ先生さすが、なんで落とすの、誰が先生やの先生さすがっちゃう、先生え、これやんの、これすどこで落とすんこれいや、たぶんポッケに入れた時にバッケポッケバッケちょっと待って、動揺してるんでバッケじゃないよかったね、よかったです、ありがとうございます、あ、やめてください、うわ、これかわいい、かわいい結構ブルーに似てんのこれとりあえずね、帰ってね、俺もありましたし、はい、だ声もよく取れると、はい、いうことで帰ったやつ紹介しましょう。お願いします。袋が欲しくて早く起きたもらえなかったら皆さん袋はもらってください。はい、バレちゃってるはい、戻ってきました、戻ってきました、別なんですけどもこれは何拍手するのかなと思って、俺もしようと思ったけどやめた今日は一旦青空市という、全品半額の、セールに行ってきましたので、その買ってきたものを紹介していこうかなと思っております。はい、1点目がこのポロシャツでございます。いい色ですね、これはね、いい色やなと思って、で今年僕やっぱポロシャツをね着たいなと思ってまして、でポロシャツってラルフがやっぱり形はかっこいいと思うのよ、けどこのベネトンっていうブランドも形がすごいいいって、これ昔からあるブランドで、前々からこの形はいいなと思ってて、まあ、それを買ったといった感じ。サイズはね、今年 M で着たいのよ。タイトめというか、ジャストめで着たいなと思いまして、表記は50やね。どういう、何分の50っすか？いや、50。あ、50。うん、普通に50。50。実寸 L ぐらいやと思う。けど、僕でもうジャストぐらいの感じ。はい、このベネトンのポロシャツが、おいくらでしょうか？5800円の半額の2900円です。安い安い、本当にどんぐらい安い、もう、うまい棒ぐらいです。これはね、全カットでお願いします。どうせ、すいません、今日から前々からね、僕一緒に動画をやっていく上で共に戦ってくれた仲間がいるんですけども、はい、これから出てくると思うので、ちゃんと出るってなった時に、今日はすっぴんらしいんで一回出れないんですけども、そういう女性が必要な企画の時はちょっと出演してもらうと思うんで、女の子の声が入るかもしれないですけど、みんなあんまりこう興奮とかしないようにしてもらってね、はい、見てもらえたらなと。洋服のねチャンネルなんでね、一応ね、わかりました、はい、まあ、2900円で買いましたと。はい、続きましてこれです。好きそうこれね、めちゃめちゃいいんですよこれで、はい、このスカーフでございます。おお、めっちゃ派ですね。これはですね、ブランドがね、ちょっとディオールなんですよ。おー、すごい。で、これはもうシンプルにかっこいいなと。で、僕スカーフはね、もう常になんかいいなと思ったら柄で買うようにしてるんですけど、スカーフを選ぶ際に、まあ、このね、全体的な柄でもちろん買うっていうのもすごい大事なんだけど、このサイドの色味っていうのを意識して買うっていうように僕はしてます。まあ、こう結んだ時にやっぱりこう外の色味がこう来るでしょ、はい、から巻いた時も何をした時も外に来る色っていうのが外に出るんで立ってみよう
そこを重要に行ってほしいなっていうことを見た。とにかく外に出るってことそう、とりあえず外に出たい、俺は外に出たい。はい、といった感じで、もう柄買いをしたスカーフ。これがですね、お値段が5800円の半額の2900円です。安い安いよ、2900円。ディオールで2900円買うことないっすよね。ないよ。続きまして、こちらしょっしょやろしょっしょやろ、びっくりしょ。袋入れてない感じですか。そうかもしれない。もこういう感じでかかってたからな。そうっすね。なるはずないから。これはあのお店が悪いんじゃなくて僕が悪いです、はい、次もスカーフなんですけど、僕こんだけスカーフがねこうある中で、ベージュ、まあ、グッチのさあれはちょっと別なんだけど、ベージュ寄りのねスカーフがなかったの。でずっと欲しくて、やっとこうあ柄かわいいなっていうベージュに出会えたという感じで買ったんですけど、これは一応ブランドがボナティモン、はい、そんなポケモンみたいな言うボナティモン、はい、まあ、多分ボナティモンのスカーフです。どこで使うか分かんないですけど、まあ、こういうねあのどっか有名なブランドをパロディしたブランドネームがいっぱいあると思うんで、そういう有名な大きいブランドじゃなくて、まあ、小さいブランドで、まあ、ロゴをどっかのブランドに寄せてるってやつだと思う。まあ、これも普通に柄がいいね。これがお値段が4800円の半額の2400円です。非常に安い。24は安いな。そうっすね、っていう、ベージュの、2400円で購入したスカーフ。人気やな。はい、続きまして、これマジやばい。これやばいっしょ。おお、サイコロだ。サイコロじゃないんです。え、じゃないんですか。いや、目多すぎやろ。確かに、そうだ。ないやろ、これ出たら 何個進んだ。はい、まあ、おそらく、まあ、そのダイス系のプリントの一つだ、プリントの、まあ、なんていうんだろう、オマージュで、まあ、ちょっとパロディっぽいテンションになってるやつなんですけど、で、まあ、白ベースのスカーフを持ってなかったので、また白で柄もすごいめちゃめちゃいいなと。ちょっといいじゃん、僕と僕の柄ね、っていうので買ったスカーフです。これも大判だから、まあ、オールシーズン使えるかなっていう感じ。普通にこう負ける。これがお値段が4800円の半額の2400円です。非常にリーズナブル。非常にリーズナブル。今日買ったラスト1点がこちら。はい、ラルフですか。はい、ラルフのポロベアのポロシャツです。これはちょっとサイズがちっちゃいんですけど、まあこのサイズだったら着れるでしょっていうのと、ポロシャツが着たい。で、ポロベアだし、まあこういうタイミングでね、なかなか出会わないと買わないアイテムだと思ったので、まあいいかなと買いました。こういうのって下に合わせたりしたいとかあるんですか？僕だったらもう無難に、うちのショーツもいっちゃうんですけど、ベージュの。上が派手なの。ラッサンならなんかもう違うの行くだろうなっていう。まあなるほどね。まあ俺やったらトマトとか。ちょっと今日。失笑。今日多分ね映ってる。そうですね。多分そうだよね。そうですね、流れがこう。うん、だっておもろ、実はおもろい。今日初めてさ、ほぼ初めて撮影にこう来てくれてるわけじゃん。はい、どうおもろい。おもろいです、おもろいです。ゲラだからとかじゃなくて。いやおもろい。もうなんかほんまおもろそうやからいいわ。ちなみに僕は、まあ、何でも合わせれるかなと もちろん思ったんですけど、今年の気分だったら、まあ、ベージュ寄りのトーンなんで、ベージュのパンツに、まあ、こういうベージュ寄りのスカーフだったりとか、ベージュのキャップをかぶって、なるべくベージュでまとまるようなスタイリングに入れたいかなと思っております。ちなみにこれね、アメリカ製なんですよ。おー、そういうところもねいいなと思って買ったやつです。はい、ちなみにこれお値段5800円の半額の2900円です。もう自分で言ってる、もうお得、すごい。はい、そのぐらいの金額でこういうの買えますよという青空市が、毎月の月末に行われてるんで、
もし、ね、気になる方がいたら行ってほしいなっていうのはあったんですけど、結構人が多かったじゃん。めっちゃいました、ね、だからそこを考えると朝めっちゃ早いか、もう結構閉店ギリギリ、まあ、いいのが残ってていいのが欲しければもちろん早いけど、まあ、その中でも僕は私は掘れるよと、僕は弾けるよと弾けるよって人は午後に行ってもいいかな。僕らが4時ぐらいに行って結構パンパンだったから、まあそんな感じでちょっとチェックしてほしいなっていう、まあ、1個のなんだろう企画みたいなね、イベントみたいなイベントみたいなところありますけども、はい、で全部で、まあ、大体1万円ぐらいでこのぐらいの金額のものが買えますという感じでございます。はい、まあそんな感じで、もしねこの動画がまた好評であれば、まあ、また来月も行きたいなと思ってるんですけどね、これいいでしょはい、まあ、俺もいいと言ってくれてるということで、頑張って大事に着ようかなと思います。まあ、そんな感じですかね。そうですね。今日ちょっとダメじゃない。はい。ちょっと今から鍛え直しに来ます。どこに？どこに？どこに？一回冷静になって頭を。一回外の空気を浴びて、あっち切り替えていきます。外の空気浴びて。お大自然で言うやつやな。東京で言うなよコンクリートジャングルやね